金田朋子7月20日に離婚を発表した声優の金田朋子51、アスリート俳優の森渉41の元夫妻が19日放送の日本テレビ系ダウンタウンデラックス木曜あと 10.0 に出演し、離婚後の生活を明かした。この日は芸能人マル秘交友録と題した企画で仲良し芸能人が2人1組で出演。森と金田も揃って登場し、仲良しぶりをアピールした。森は金田、娘と別々に暮らしているが、週末だけ家族3人で過ごすという、MC を務めるお笑いコンビ、ダウンタウン、浜田雅功、61が、全然変わってないやんと指摘すると、森は、生活は変わらないですけど、油コテコテの料理を毎日食べるとしんどいじゃないですか？たまに食べるくらいが一番いい。週2くらいで会うとめっちゃ面白いと表現。大笑いする金田の方をちらりと見て、今がちょうどいい距離感だと説明した。金田と森は7月20日、それぞれのブログで離婚したことを発表。二人は先日婚姻関係を解消し、戸籍上の夫婦ではなくした上で家族を続けていくことになりましたと公表した。理由について、金田は夢を追うことがいつの間にかプレッシャーに感じるようになっていましたと家族の夢を応援することへの責任と葛藤を告白。婚姻関係でなくなれば責任感からではなく心から応援できると敬意を明かした。二人は2013年に結婚を発表し、17年に長女が誕生。おしどり夫婦としてテレビ番組に出演していた。金田は明るいキャラクターでバラエティで活躍している。